長様、ごきげんよう。だんだん暖かくなってきましたね。道端の草木は色とりどりのつぼみを見せてきています。館長様、私と一緒にお出かけしてお花を眺めたりしてみてはいかがでしょうか。最近の館長様はいつも部屋にこもって深夜までお仕事をされていました。このままではいつか倒れてしまいます。副寮様は何もおっしゃっていませんが、とても心配されていましたよ。私にお手伝いできることがございましたら、いつでもお申し付けください。今朝、館長様から誕生日プレゼントをいただき、少々意外でした。この船にいさせていただいていること自体が最高の贈り物です。なのに、館長様はご多忙の中、私のことを気にかけてくださいました。甘すぎると言いますか、優しすぎると言いますか。館長様は本当に昔から何も変わってませんね。どうやら私も早めに決心しないといけないようです。ささやかながらお手紙とともにお菓子と紅茶をお付けいたしました。お時間がありましたら食堂にお越しくださいませ。館長様のためにワイン入りのバラのアップルパイをお作りします。二人だけでお祝いをしませんか？お待ちしております。リタ・ロスヴァイセ。